はい、それではベルリオーズ幻想交響曲第1楽章2回目の解説を始めていきたいと思います。今日はですね、37小節目からの解説となります。はい、まず、このポジションなんですけれども、まあ、ここはもう、デスのオクターブですので、当然ここはもう、同じ第2第3の中間ポジションを使って、まとめております。はい、でそしてこの弓順なんですけれども、まあ、メソフォルテから、クレッシェンとしてまたクレッシェンと、これを200巻の間でやっておりますので、まあ、一意味でもまあ問題はないんですけれども、まあ、非常にテンポがゆっくりですので、まあ、一意味で弾くのはなかなか難しいですので、ここはもう、途中でもう、返していただいて問題ないと思います。ですね。まあ、そしてあとはもうそのまま、弓順ですね。あとはもう、ハーフポジションで残りを取ります。ね、そして、また同じフレーズが出てくるんですけれども、39小節目ですね、ここは、フォルテというふうに、書いてありますので、もうここはもう、ここではもう当然ここはもう解任をしてください。ありますね。はい、そして、ピアニッシモに落ちます。はい、で、そこの40小節目からなんですけれども、ま、そのまま、ゲーセンで降りていきますので、そのまま、ハーフポジションからも第2ポジションに跳躍していただいて、取るという形になります。そのまま同じ第2ポジションで、その次の小節と AF を取りまして、そのまままた今度は D 線で、アスを取ります。でそのままで、スラーで、人をクールに繋がってるんですけれども、もうここはもう小節、1小節単位でも返していただいて結構ですので、僕はもう介入してください。ですのところで、介入するところですね。で、あとはもうそのまま指順で、弾くという形になります。で、ポジションはですね、もう、第1ポジションから、あとは、44小節目のアフタクトの芸はもう第2ポジションで、取るということになります。はい、で、そこで44小節目の、に出てくる、フィスにソルサンドがついてるんですけれども、まあ、ここは指順でいきますと、ここの場所が、ね、アップになってしまうんですけれども、まあ、ここはその前、その先の46小節目のソルサンドを、ダウンで弾くということを優先させますので、まあ、ここはもう、アップになりますけれども、これはもう問題ないと思います。そのままもう指順でいっていただいて結構です。はい、そしてそのままずっと弓順でシンコペーションをいきますと、スポルツァントの、前の小説で、46小節目のアスの、アフタクトの芸が、そのままスラーでつながっているんですけども、ここはクレッシェンドを優先するためにここのスラーも、返していただいて問題ないと思います。ありますね。はい、ここはもう、しっかりクレッシェンドをかけるということを優先して、ここは途中で返していただいて問題ないと思います。はい、そしてソルサンドを、からデフレッシェンドを書いてありますね。ここの1小節からはそのままもう弾いて、もう途中で返りをしていただくということになります。でここから14小節間アスの伸ばしの帯がつながってくるんですけれども、まず最初の1小節目はもうソルサンドで書いてありますので、もうここはもう音量が必要ですね。もう1小節単位で、最初は介入します。で2小節目からこのピアニッシモになった部分からはもうピアニッシモの音量はそれほど必要ありませんので、もうここはもう2小節単位で介入をして、そのまま続けていただくということになります。まあ、すなわちその小節がアップで始まりますので、そのままずっと弓順で2小節単位で返していただくということになります。そうしますと14小節目ですね。まあ、小節数でいくと59小節目 の最後のアスの小節になるんですけれども、そこが、アップになります。ここはもう、その次の、クレッシェンドがありますので、ここはもう、1小節単位で一弓で、返していただいて、次のソルサンドに、またがるアーの音もまで、スラーがかかってるんですけれども、もうここも途中で切っていただいて、もう、クレッシェンドで音量を出すということを優先していただきたいと思います。はい、でそのまま、ここはもう、A 線1本でもう押さえていただいて、そして、その次ですね、61小節目ですね。
でここのオクターブの弦はもう当然ここはもう第二ポジションで取るということになるんですけれども、まあ、メゾフォルテとからピアニッシモで変えて、またさらにそこからクレッシェンドでフォルティッシモまで非常に幅広い音量のクレッシェンドがありますので、ここはもう途中で返していただくということになります。すなわちピアニッシモになった、2分音符で書かれている部分からも解明していただいて、そこからで、その次の、62小節目の小節も、フォルティッシモをしっかり全球使って弾いていただいて、でもうすぐに、ピアノを3つに、落とすということになりますね。はい、ここまでよろしいでしょうか。そして、その後また、第2ポジションを使って、まあ、ピチカートに持ち替えて、またさらにアルコに持ち帰るということになります。で、ここの、テンポの取り方なんですけれども、次の、小節から、アレグロの、速いテンポになりますので、まあ、その、ここで、主に指揮者が次のテンポを示す、重要な、ターニングポイントの、小節になりますので、まあ、おそらく、まあ、指揮者によっても、まあ、さまざまなんですけれども、ここを8分音符単位で、振りまして、そのまま、それが、まあ、8分音符イコール、まあ、2分音符というふうに考えていただくと、分かりやすくいいと思いますので、そのまま指揮者を、しっかり見てテンポを取っていただきたいと思います。はい、そして、その次ですね、64小節目からアレグロのテンポに、なりますけれども、ここはまあ、リズムは単純なんですけれども、最初の1拍分しかありませんので、もちろんしっかり弾くということになるんですけれども、あまり、音程の、音と音の間の間隔を詰めすぎないようにしていただきたいと思います。なんですけれども、早く行き進みますと、テンポをより明らかに早く入ってしまいがちになりますので、ね、そこだけ注意していただきたいと思います。そして、楽譜にも書いてあると思うんですけれども、フォルティッシモとピアニッシモの音量の差、ここをしっかり、はっきり、差をつけていただきたいと思います。はい、そして、69小節目から、まあ、ピチカートになりまして、あとはもうそのまま、その70小節目以降はもうまとめて第2ポジションで、ということに、取ることになります。はい、今日は、中途半端ですけど、ここまでとさせていただきます。そして、ここで補足を加えていきたいんですけれども、楽譜によっては、70小節目で、ページをめくるということになりますので、まあ、曲の途中でめくるということになりますので、ここでは、あまりめくるのはあまりお勧めしませんので、70小節目以降の3小節間のピチカートをもう覚えていただいて、それ以降の、5小節間休みがありますので、そこでページをめくるか、あるいはもうその前の1ページ目に手書きでガイドを書いていただくかということで、なるべく曲の途中で演奏をやめないようなめくり方を考えていただきたいと思います。はい、第一楽章2回目の解説は以上になります。ではまた次回。チャンネル登録お願いします。